今年の5月でもう4回目になるんですけれども、初めて来た時よりも来る、ね、回数につれてどんどんファンの方がなんか増えていってくれてるっていうのと、あと名前を呼んでくれる人が多くなったりとか、YouTube で私たちの PV を見てくださって振りを覚えてくれたりしてライブで一緒に楽しめるのがすごく嬉しいです。そうですね、なんか来るたんびにすごいインドネシアが大好きになります。アニメ、私はワンピース、ワンピース名探偵コナン、デテクティブコナン、ドラえもん、ドラえもん、私もドラえもん、ドラえもんユリアさん、あとはプリキュアと、プリキュア、パープリキュア、プリキュア。私たち今回リオンコミックスで漫画化されることが決定しまして、アワティーチャイズアーティストという漫画なんですけど、ちっちゃい時からすごく漫画とかアニメとか見ていたりして、自分たちがこうやって漫画化されるっていうのは信じられないよね。びっくりしてますね。嬉しいです。嬉しいです。こぼれてしまった水で、私たち日本でライブ活動しているんですけど、このインドネシアももう4回来させていただいていて、これからも定期的にこうインドネシアの皆さんに会いに来れたらいいなって思ってます。あとインドネシアでワンマンライブができるように、ワンマン、はい、頑張ります。インドネシアではさっき言ったリオコミックスで漫画家をしていただいているのと、他にマイカワイスタイルというファッションサイトのアンバサダーとしてモデル活動をさせてもらったりとか、あと学園祭に、バンヌの大学の学園祭に出させてもらったりとか、そうですね、いろんな活動をさせてもらっています。私は龍角散っていう喉に粉みたいなのがあるんですけど、それをライブ前に飲んだりしますね。ひなは声出しをしてますね、はい、ストレッチ、あ、ストレッチ、はい、体を柔らかくすると声が出やすくなる、はい、あとは2人で、はい、出る直前にこうやって、はい、イエイ、よしってやります。ボンジョビーさんとちょっとできない。すごいよ。そうだよ。水とか用意するのでも全然いいので、なんかすごい出演をね、一緒に舞台に立てたらそれだけでも嬉しい。ボンジョビーの水をひなちゃんが用意する。どういう状況それ。タオルとか全部いいです。やりたい、はい、そうですね。でも2人でよく話してて、なんかアーティストさんのオープニングアクトとかで、なんかすごい舞台に出れたらいいねって話してて、なんか2人で共通してリンキンパークが好きなので、リンキンパークのオープニングアクトとかで出る、いつかできたらいい。インドネシアのファンの方はすごい私たちの名前をこう呼んでくれたりとか、曲中に掛け声をかけてくれたりとか、すごくなんか温かい、高いですね、うん、はい、すごいなんか振りを一緒に踊ってくれたりとか、うん、あとの画面、スマートフォンの画面に名前を書いて見せてくれたりとか、すごくなんか嬉しいよね。そうやって、そうですね、ランさん、ランライサさん、ライサさん、ライサユビ、YouTube とかを見まして、うん、ミュージックビデオとかを見て、うん、すごいね、素敵な音楽だなって思います。ヒナはハードロックとかメタルが好きなので、はい、それを聴きながらリラックスして、リラックスできる。できます。できますか？私は紅茶を飲んだりとか、あと半身浴するのがすごく好きですね。湯船に浸かって、バスルームで湯船に浸かって、はい、2時間くらい、はい、湯船に浸かってます。湯船、バスルーム、はい、入って2時間くらい、に入って2時間くらい、今、ホットヨガ、ヨガのヨガ
どこでやるんですか？スタジオに行ったりとか、お家で、はいはい、お部屋の中で、はい、その音楽聴きながらとか、テレビを見ながらやってみたい。ゆりやさんの趣味？ダンス。それが趣味ですか？ダンス。そうですね。ハプニングとかね。はい、インドネシアでは、5月に初めて演出祭に出されてもらった時に、あの横のステージの壁が、倒れそうになっちゃって、はい、浮いたりして風でね、すごい慌てて押さえてましたね、スタッフさんが。私、ちっちゃい頃に書いた作文がこの間出てきて、はい、そしたらバレリーナとお笑い芸人になりたいって書いてあります。あの、クレーペンさんってクレープ売りますか？クレープを作りたくて今のところ予定はないんですけど、私たちはあの CD をインドネシア版、アメリカ版、台湾版、日本版出していて、その中でアメリカは8月に行ったんですけど、8月台湾だけまだ行ったことがないので、はい、台湾に行ってみたい。ムンチャリブリタジャパン今のやジャパニーズステーション .com。 行くつもりか